勇者の選択肢がおかしいという謎のゲームをやっていこう。選択肢がおかしいっていうと、アイレムソフトのゲームとどっちがおかしいんだ？俺の中の基準あれだからな。RPG 集まるよりプレイしております。ゲーム実況者の川田です。よろしくお願いします。勇者の名前を入力してください。ハルイ君、迷いもなく消したけども、一応自分の名前入れとくか。カーデ、ダメだ。テキストを読む際に俺が読みづらくなる。勇者カーダでよろしいですよ。セーブはいつでも OK。 ただしセーブするタイミングによっては積む可能性があります。選択肢の積みってあるんだ。選択肢が出ているタイミングでセーブするか、セーブをこまめに分けることをお勧めします。上昇。赤い月が輝く国には勇者とその仲間たちが暮らしていました。めでたしめでたし。癒し魔法が得意なシェイラ、攻撃魔法が得意なシュワン、そしてその他俺、この3人は勇者一行として名を国に轟かせていました。ある日、3人は王様にお城にカモン言い渡されます。お城に着くと王様はこう話し始めました。よく来た、この国の希望の勇者とその仲間たちよ。今回は魔王について話をしたいのじゃ。話をしよう。最近魔物の様子がおかしく、いつもより凶暴になっておる。よく悪事を働き、国民衆に被害が及んで困っているのじゃ。もう何年もおとなしかったが、きっと魔王の策略じゃろう。何か恐ろしいことを企んでるに違いない。ここでやっつける、やっつけないと、もうなんだろう、いくつか選択肢あるんだろうな。とりあえず服を脱ぐとか。王様の耳の後ろに練りからしを塗るとか。そういう選択肢を俺は希望してるよ。それを阻止するべく、お主らには魔王を倒してきてほしい。モロチン褒美も使わそう。そうして勇者一行は王様から重要な任務を言わされたのでした。で、100ゴールドと棍棒とヒノキのバーを手に入れると、勇者一行はそれぞれ褒美として、シェーラはお花畑、お、シバンは魔術の実験施設、カーダはハンダゴテを要求しました。ハンズで買えるよ。王様から心よく了承を得ることができた3人は、そうだよな、費用かかんねえもんなそれ。特に、じゃあ花畑、あ、土地が必要じゃな、まあいいじゃろう。研究施設、あ、それはだいぶかかるな、まあいいじゃろう。ハンダゴテ、いいよ。そこでだいぶコスト削れたわ。その褒美と国民たちの声援を糧に魔王退治へと旅立つのでした。選択肢なかったね。序章終わった。序章完、やったー。第1話、始まりの赤い果実。降ってくる赤い果実にぶつかると死ぬぞ。暑い暑い日差しの中、勇者一行は魔王のキャッスルへと向かいます。そんな中、あなたのお供の人、魔王の、魔王じゃ、違う。ごめん、今ね、素で間違えた。キャッスルとかはね、わざとさすがに言ったけど、ごめん、しま、勝手にお前を魔王にしてしまったよ。もしかしたら黒幕かもしれないからな。魔術師のシバンが声をかけました。おい、勇者カーダよ。お前は魔王についてどう思う？もう何年も動きがなかったというのに、やはり何かを企んでいるのだろうか。何と答えますか？僕の名前、山田なんですけど。いや、僕の名前、あの、カーダじゃなくて、あの、山田なんですけど。突然発した勇者による謎の発言に、仲間たちはとても戸惑いました。わかった。さては何か落ちているものを拾い食いしたな、お前。それでも緊張でおかしくなってとかすか、兄貴。そうだな。本人がそう言ってるのであれば、これからは山田と呼ばせてもらおうか。名前が山田になっちゃった。ちょっと突然の展開に俺むせそうになった。ちょっとごめん、咳込んでくる。ふう、落ち着いたぜ。大丈夫かな。ずんずんとさらに奥へ奥へと進んでいきます。すると、草むらのあたりから何者かの気配をあなたは感じ取りました。覗いてみますか？いや、見ないでしょ、普通。おい、山田。あそこの草むらから何か気配がするぞ。国の住民に危害を及ぼすマーシャかもしれない。確認していかないか？どうしますか？それでも、俺は前しか見ていない。人間の目はなぜ目に、違う、前についてると思ってる。それは前へ前へと進むためだってね。どっかの先生も言ってたよ。きっと子犬か何かだろう。それより先へ進もう。そう言い放ち、あなたは仲間のシバンの言うことを聞かずに歩き出しました。信頼関係が
そうか。お前がそう言うなら先へ進むか。ガガス。気を取り直して、さらに先へ進んでいくと、近くで水の流れる音が聞こえてきました。これセーブって、できた。結構ファイルあるね。これならこまめにいけそうだ。でも、さっきの選択肢の前にやっとくべきだったね。もうすぐ川にたどり着くようです。などと考えていると、山田はすぐそこに赤く実った果実があることに気がつきました。とても美味しそうですが、もしかしたら毒があるかもしれません。食べますよ。はい。そういえば、森に育つ果物は最近危険なものが多いらしいな。二人とも、その辺のものを食っちゃダメだぞ。特に山田。あ、何？むしゃむしゃ。あなたはむしゃりと勢いよく赤い果実にむしゃぶりつきました。痛そばから。あなたは、その果実を口にした瞬間、激しい腹痛に襲われました。よかった、即死じゃなくて。立つこともままならなくなり、その場にしゃがみ込んで、あなたは意識を失ってしまいました。ん？なんだこれ？果実を食べて倒れた勇者は、仲間に運ばれて一度、国に帰ることとなりました。勇者はあの果実を、の激しい腹痛を起こさせようと、同時に、この世のものとは思えないほどの美味しさを持っていることを知り、なんとか腹痛を起こさずに食べられないものかということで頭がいっぱいになり、料理の研究を始めることにしました。特殊調理素材だった。その後、長い年月をかけて見事、その果実の美味しさを劣化させることなく表現することに成功。その後も、料理の研究は続き、勇者はこの国一番のシェフになりました。やったじゃん。これめでたしめでたしなんだけど。ノーマルエンド3、美味しい果実。あ、もっとセーブ分けとくべきだったな。じゃあ食べると見せかけて、シバンの言うことを聞いて食べない。度胸のなかったあなたは、チキンにされちゃった。果実を食べることもなく、先に進むことにしました。そう、何度も引き返すことは可能だったというのに。それでもなお先へと進んでいきます。なんでナレーションちょっと意地悪なこと言うの？なんか選択が間違ったかのように言うじゃん。あなたの選択は、果たして正しかったのでしょうか？なんだよ、その後悔の。ねえ、もしかして、おかしな選択をしてしまっていたんじゃないか？そんな思いが頭をよぎる中、勇者一行は、魔王の元へと足を確実に進めていきました。あれかな、なんか、正解的なポイントがあって、ある程度たまらないとフラグが立たないとか？第1話、始まりの赤い果実。カン！早えな。セーブしますか？なるほど。各話ごとにも、セーブができるのね。この橋渡るなよ。絶対渡るなよ。何クラブだお前ら。勇者一行は着々と魔王の城へと向かいます。しかしたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうです。そんな中、仲間のシバンは二人に声をかけました。そろそろ橋が見えてくる頃だ。順調に魔王の元へと進めてはいるが、気を抜くなよ二人とも。天狗にならないようにな。特に山田、お前のなんか下の方天狗になりがちだからな。なんと答えますが、嫌な山田なんですけど、ちょっとね、これは各話ごとに山田になるチャンスが残されてるってことだね。じゃあね、あえて普通に対応してみよう。わかった、気をつけるよ。と見せかけてだ。あなたはシバンに対し、率直な了承の言葉を発しました。けれど、なぜか二人は、怪訝な顔つきを見せました。やけにするな、オーラな、気持ち悪い。逆にな。いいことじゃないですか、シバンの兄貴。でも山田にしては何か違和感が。森の中、さらに奥へと進んでいくと、そこには大きな川がありました。そこにはとても古臭い木の足と一つの看板が立てかけられていました。その看板を読んでみると、この橋、危ないから渡るなと書かれています。これ漢字が違うよな。のぎへになってる。どうしますか？ここでセーブもできるから分けておいて、危ないので橋を倒しておく。バトル始まっちゃった。危ない橋が現れた。シバンは何をとち狂ったんだと呆れながら橋に襲いかかる山田を問いただした。しかし効果はない。シエラは山田に精神状態異常回復魔法を唱えた。それ絶対必要だな。しかし効果はない。じゃあ何なんだ、もう生来狂ってるのがデフォだったのか。あなたの行動ターンが回ってきました。どうしますか？ちょっと挑発する。山田は橋に
かかってこいやーと挑発しました。しかし効果はない。シバは山田を止めるために川の水に魔法をかけた。川の水は竜へと姿を変え、すげー、山田に襲いかかります。ヒット、山田に126のダメージ。死んじゃう。あ、生きてた。チェ、あなたは濡れたことによりしょんぼりしてしまいました。頭は冷えたか。シバは低い声であなたにそう語りかけます。さっさ進むぞ。そういったシバンは荒っぽく二人の体に触れたかと思うと、やだ、どこ触ってんのよ。ヒュンと音を立てて、あっという間に橋の向こうへ、向こう側に移動しました。瞬間移動だ。でも瞬間移動だったらあれかな、ピシュッドラゴンボール風に。そんなこんなでなんとか橋の向こうへ渡れた勇者一行はさらに奥深くへと歩みを進めます。するとそこに一人の中年の男性が座っており、店を構えていました。何を買うかって選択肢かな。その商人があなたたちに気がつくと嬉しそうに明るい声で話しかけてきます。あ、こんにちは、僕シャサナチ、よかったらうちの商品見ててくださいねなんかふとちょっとアルパカ風の喋りになりそうだった。危ねえお客さんだね。ここは僕に便利な乗り物専門店なんですよ。空飛ぶホギや魔法の靴、何でも揃えております。それを聞いたシエラは目を輝かせてあなたの服を少し引っ張りおねだりしてきました。正直私ちょっと疲れちゃったっす。兄貴、何か買ってきませんか？何と言いますか？疲れたのなら、俺に乗ればいいじゃないか。さあ、乗ってくれ。そう言いながらあなたは、シエラに腰を突き出しました。当たり前ですが、シエラは慌てている様子です。見かねたシバンがあなたの尻をどつきました。もう一回お願いします。これぐらいさっさと買ってやればいいだろう。変な行動起こすんじゃない。資金管理係のシバンは山田をにらみつけながら財布を取り出しました。これそもそもで買ってあげるよって言っても金がなかったんだな。大人数での移動ならこの辺りがおすすめですよ。そう言いながら商人は3つの商品を目の前に並べて見せてくれました。そろそろセーブしとかないとかな。まあ、選択肢来たらセーブしよう。1つ目は大きな箒、2つ目は空飛ぶ絨毯、あとは空飛ぶベッドが、3つ目はセグウェイでした。どれにしましょう。兄貴、がめてくださいっす。入れ替わってる。もしかして、この文字入れ替わってる？どれにしますか？セグウェイでしょう。手に入れちゃった。ちょっと変わった乗り物だったので、シバンは商人に詳細を聞きました。詳細希望ぬ。これは見たところ、一人乗りっぽいが、魔力がないものでも乗られるのか？うちのこの勇者は魔法が使えないただの脳筋体質なんだが。あら、珍しいですね。そんな方がいらっしゃるなんて。ですね、それは大丈夫です。魔力が少ない人でも乗れるように、電気を使用、使用してる乗り物なんです。ただ、水の耐性があまりなくて。言い忘れてたんですが、お客さんびしょ濡れの方がいますよね。誰だろう。あなたは乗れないですね、これ。申し訳ないです。そうなのか。おい、山田、それはダメだ、手を離せ。セグウェイを手放した。すげえ嫌そうな顔してる。どうしますか？どうしても乗りたいとダダをこねる。乗りたい、乗らないと、もうなんかあれだよ、膝のお皿が全部抜ける。あなたはその気持ちを最大限に伝えるべく、床に寝そぼり、両手足をジタバタさせ、ダダをこねました。二人は呆れた顔であなたを見下ろしました。勇者の威厳ゼロ。そこでシバンが少し悩んだ様子でゆっくりと口を開き、あなたにこう伝えました。わかった。俺がセグウェイに乗れるようにしてやる。ただし、2分の1の確率で吹っ飛ばされる危険があるが、それでもいいのなら魔術をかけてやる。どうする？選択肢なのに確率とかあんの？ちょっとそんな危ないことしないでくださいっすよ。ダメっすよ、兄貴。セグウェイは諦めましょうね。どうしますか？あれかな、幻覚魔法をかけてもらって乗った気になるとか、かけてもらおう。あなたは覚悟を決めたとシバンに伝えました。シバンは静かにうなずくと、早速呪文を唱え始めました。すると、目の前に巨大な風の渦が出現しました。それは徐々にあなたの方へと向かってきます。あなたは爆風の中で必死に吹き飛ばされないように耐え続けました。数秒後、服が全部吹き飛んだ。無理でした。耐えかねた体は宙を舞い、あなたは吹っ飛ばされてしまいました。やった、エンディングだ。ほら、エンディングだぞ。泣けよ。
勇者は風によってなんと元来た国のまで吹き飛ばされてしまいました。そして勇者はそのことを強く恥じます。風程度に負けていて魔王に勝てるわけがないと、その日から勇者は己を一から鍛え上げるための訓練を始めることにしました。晴れの日も雨の日も風が強い日もシエラに風邪ひくからやめてくださいっすよと言われながらも、今日も元気に訓練に励みます。ポジティブじゃん風の子勇者と。いやー、これエンディングどんくらいなんだろう。ギャラリー、あ、これはストーリーを 見返すやつで、エンディング12。ああ、そんなに数はないってことか。じゃあ全体としてそんなに長いゲームじゃないってことかな。じゃあちょっと最初の方とかやり直して回収してないのか見てみたいね。うん、じゃあとりあえず今回はこれぐらいにしておきます。次回もおかしい選択肢選んでいきましょう。